一くんこそ、レナたちに嘘や隠し事をしてないかな。してないかな。嘘や隠し事。してないかな。嘘だよ。嘘だ。レナたちにだってあるんだよ。何でも学校中のガラスを割って回ったんだとか。レナが？お昼は外食だったんだね。ひょっとしてこの間の人かな。かな。サトシ君はね、転校しちゃったの。嘘だよ。買ったのはセブンス。もしもし、前原君、聞こえてますか？言ってんだ。何ですか、前原さん。ごめんなさい。ケイチ君と同じ帰り道だよ。ケイチ君、悩んでることがあるんじゃないかな。何を言ってるのかわからないな。すべてはお社様が決めることだもの。だからレナは転校して雛見沢に帰ってきた。圭一君の相談に乗れるのは私だけ。圭一君を転校なんかさせないから、レナが聞いてあげる。助けてあげるからね、話して。確か忘れてたよね。どう立ちが悪いんですか。興味本位で聞いてるわけじゃなさそうだしさ。男が乱入して自分の女に何しやがるって金を巻き上げる古典的な恐喝。誰にも何も聞こえません。誰も知らない秘密の場所なんでしょ。ちょっとそれ、それになんない。死んでしまえ。いったね。しかもそいつらは外へあふれまいと傷口から再び中へ戻っていこうとわらわらうごめいていたんです。私書きました。手首の傷をひっかいてほじくり出そうとしました。誰かが掘り返して死体を持ち去った。これはみーちゃんだよ。どうしてみーちゃんの肩持つの。できるわけねえだろ。私のコピーを生んだ。うるさい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 。嘘だ。圭一くんが引っ越してくる前にどういうことをしてたか。小さな子供しか狙わないいやらしさ。そんなことして何が楽しかったの。でも楽しかったからずっと続けてたんだよね。そのくせ途中で両親のほとぼりが冷めた頃に引っ越しして全部チャラ。お前は仲間なんかじゃな。みんな起立起立。教室の真ん中に集まって。レナ、あた、何や。あなたはリュウグウさんが何を要求しようとしている。何をのんびりとしたことを。私の味方の大石さん、リュウグウレナ。それ以上近づけばライターを点火するよ。ああ、聞き間違いじゃない。じゃあケイチ君見てきて。どうしてケイチ君は目覚まし時計なんか持ってるのかな。かな。ひどいよケイチ君。僕にあとわずかの頑張りがあれば。だからちゃんは殺されちゃうよ。なた女。ケイチ君らしいな。